またま。ある広いサバンナに、たまたまライオンに生まれてしまったライオンが一匹、寂しく立っていました。彼には友達がいませんでした。彼の名前はハリー。いつも一人で散歩しています。みんな彼を見ると一目散に逃げてしまうからです。そんなたまたまライオンに生まれたハリーは、あるところで水たまりを見つけます。そこに映ってるのは、自分のような、自分でないようなもう一匹のライオンでした。そのライオンがハリーに語りかけます。おい、お前は本当に幸せなのか？いいか、自分で行動しなきゃ何も変わらねえぞ。大丈夫、俺がいつもついてるから。ハリーは初めて他の動物に声をかけられた。それがとても嬉しくて、ハリーは旅に出ることにした。ハリーが旅に出てすぐ一匹のシマウマを見かけた。ちょっと待って、ちょっと待って、僕はライオンのハリー、でもたまたまライオンに生まれただけなんだ。君と友達になりたいんだ。シマウマは少しびっくりしながら警戒していたが、こんなことを言ってきた。僕はシマウマの馬。いいよ、でも僕もライオンさんを見るのは初めてでね。噂によるとライオンさんって僕たちと違うご飯を食べてるんでしょ。それを見せてくれたら僕君と友達になってもいいかな。ハリーはとても喜んで全力で食事のシーンを再現しようとした。ガシガシムニャ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 ガシ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 ゲップ。ああ、お腹がいっぱいだ。どうだいシマウマの馬、これが僕たちが食べてるご飯だよ。完食と同時にサバンナから一匹のシマウマが消えた。ハリーは悲しくなってとぼとぼ歩いていると、廃墟のようなところに着いた。そこには一匹のカメレオンがいた。やあ、僕はライオンのハリー。僕はたまたまライオンに生まれただけなんだ。もしよかったら君と友達になりたいんだ。俺はカメレオンのジョン・レオン。俺は音楽や音が大好きなのさ。ライオンくん、そうだね。じゃあ僕は泣くことができないから、ライオンのその素晴らしい鳴き声を僕に聞かせてくれないか？そうすれば友達になってあげてもいいよ。本当？わかった。じゃあ全力で吠えてみるね。ハリーは生涯一の気合を入れた。ハリーは渾身の叫びを上げた。どうかな、ジョン・レオン。ジョン・レオンは驚きのあまり心臓が張り裂け死んでいた。サバンナから一匹のカメレオンがいなくなった。さらにさらに悲しく切なくなったハリーは、下を見ながらとぼとぼ歩いていると、小さな黒い粒が行列をなして歩いているのを見つけた。それは小さなアリの行列だった。やあ、僕はライオンのハリー。僕はたまたまライオンに生まれただけなんだ。もしよかったら怖がらないで、君と友達になりたいんだ。アリは答えます。オイラはアリ367号だ。いいか、無理なんだよ。てか怒ってんだよ。てめえの足元見てみな、てめえの足元。え？足元？おめえさん、さっきから俺たちの軍団の行列の何匹かもう踏み殺してんじゃねえかよ。勘弁してくれよ、でかいの。ハリーは知らず知らずのうちにアリさんたちを踏み殺してしまっていた。サバンナから500匹のアリが消えた。
ハリーはもう身も心も冷たくなっていた。しかしそれとは反対に、空と自然は大変綺麗だった。そうして歩いていくと、一つの水たまりを見つけた。ハリーはのそのそと歩き、その水たまりを覗いてみた。そうすると、いやあ兄弟、お前は本当に今幸せなのか。いろいろ旅してお前がどういうものか分かっただろう。なあハリー。そうして広い広いサバンナから、たまたま生まれた一匹のライオンがいなくなりました。